11月9日水曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージは、はい、こちらです。ベールを脱ぐ。ベール、こうでなくてはいけない、こうしなくてはいけないっていうようなことがあって、それにとらわれて苦しくなってしまったら、それを手放すっていうことも一つです。なくてはならない、こうでなければいけない、まあそこにとらわれてしまうと自分の行動という部分も考え方も縛られてしまうことが多いです。もうそれにね、苦しくなったらぜひ思い切ってそれを切り替えて手放してみてください。今日のワンポイントメッセージはベールを脱ぐでした。それではまた。